再開していくぜ。装備品をいろいろ見てたんだけど、この小麦粉ってやつがね、攻撃力がめっちゃ上がってるね。これの攻撃アップとかもさ、攻撃力上昇が激しいから、ちょっとなんかやりたいんだけどね、熟練度上げやりたいね。熟練度上げやりたいね、これね。空き瓶7個あるな。もう1個もらうか。おい。もらっての、奥に行く感じかな。あと、そういえば、気力回復ってのが意外と、この技術とか敏捷とかも上がってるからさ、意外といいんで、え？なんだこれ？なんで、なんでスライムがおるの？スライムもおりますけどいいんですか？ちょっとこっちへ。あ、なんや。最近謎の人物が住人の物語を破り捨てたり金品を盗み出す事件が連続しています。我々はその人物をカワードと呼んでいますが、人物、モンスターではないのか。カワードの正体はここの住人の誰かです。あらゆる犯行現場の状況がそう語っているのです。ひまりさん、あなたは新参です。あなたはカワードではないでしょう。あなたを信用しあなたにだけこの話をします。私は犯人を罠に捕らえるため仕掛けを施しました。え？壺の中に100均を隠している。私はレイラリエサさんにそのように教えました。同様にヒクグモさんにはこう、タンスの中に200均を隠している。同じように住人の全員に私の金の隠し場所を教えました。これらの情報提供は注意深く巧妙に行いました。こちらをご覧ください。私はこのようなメモ書きをわざと落とし、彼らに拾わせたのです。壺の下へ100均をへそくり忘れないこと。その他メモ。なるほど。なるほどな。で、その部分がなくなれば、その拾った人が犯人だっていうことか。どうです？それを拾ったのが善良な人なら私に気を使って、気まずい思いをしつつメモを見なかったふりをするでしょう。さて一方、カワードならどういう行動に出るか。楽しみですね。くどいようですが、私はあなたを信用しています。この話を知っているのはあなただけです。あなたなら単言する心配もありませんしね。信頼されてんのか、それ。え？いいの？あとは奴が罠にかかるのを待つだけです。アイテムゲットしようぜ。アイテムゲットしようぜ。ショーなの？ BGM ないのが寂しいんだか？あのスライムは何なの？ダメなんだ、こっちは。入らせてくれないんだ。ゼニガラス。そういえばアイテムいくらで売れんのか、見ようぜ。ふさふさ、60。45。爪、60。リンゴ、45。リンゴはなかなかいいかもしれないね。どうなの、レラレアさん。ヒクグモさんが、行ったっけ？行ったよね。どうするか、どうするかい、どうするかい。これ、防御力下がるね。防御力いっぱいすんごい下がるね。武器買ってもいいんだけどね。微妙だな。どうすっかな。どうすっかな。おい、奴が罠にかかるの。楽しみですねっていうことなんだけどさ。いいの？ええの？そんなんでええの？ここにあるんやろうかね。バクろうぜ。そういうわけにはいかんのか。しゃあないな。じゃあ上に行くかい。上に行くかい、これ。そうだな。せやな。雪原の探索やな。うん。うむ。どっちだっけ？こっち行っちゃうな。フォー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 。うーい。おい。おい。まとめすぎた気がするが。なんとかなるか。なんとでもなりそうだな。経験値が美味しいです。で、私は一体どこに向かえばいいのか。もうそれすらもわかりませんよ。ワンコワンコ。攻撃力がだいぶ上がってるからね。爪熟練度アップ。やったね。一撃で落とせるようになっております。こっちは？お、穴があるな。どこだいここ。お？いかにも怪しい。おい、通れる。あ、なんだ？誰かが生活してたような跡があるね。お？お？
剣が落ちてるぞ。なんだこれ。ラットスレイヤー。ネズミ殺しの剣ってか。フロドナの愛用品だった大剣。攻撃力上がるじゃん。範囲が狭くなるんだ。大剣なのにラットスレイヤーとはどういうことかい？まあ、範囲が狭くなっても攻撃力は上がるのがいいだろう。しゃあない。装備させとくか。フロドナさんの住みかっていうことかい？ここ。よくわかりませんの？下には行けないか。さて、さて。おう、攻撃エフェクトも変わってるね。いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。左に行けんのか？一撃で倒せる。楽勝ですな。この範囲すら厳しいか、もしかして。あ、この範囲ならギリギリ行けるね。よーし。左に行けないね。この穴から来たんだっけ？確かそうだよね。上に行ってみようか。お？なんだ？なんだここ。いやー、まあ待て待て。まあ落ち着こうぜ。まあ落ち着こうぜ。なんだいここ。むむむ？何にもないね、周りにはね。一歩踏み出してみようか。もうセーブ始めたばっかだし。え？落ちるんとちゃうの？いいよ。えいやー。うん、どうなる？どうなった？え？お？地底大空洞。暗いぞ。暗いぞ。ヒューン。460って何なんだよ、それはよ。あっ。かんな、それ。なんやねん、それ。ちょ、もう一回さっきんとこまで戻りますわい。はい、失礼します。ほう、霜降り肉。なんかいろんなところ迷って私、うろちょろうろちょろしておりますよ、これ。霜降り肉。ヒットポイントが上がるか。ここは一体どこなんだと。さっきのね、なんか大きい穴のところは多分まだ行くべきじゃないっぽいから、なんか違うところね、うろちょろしとるんですけれども、私完全に前触れしてよ、これ。こっち行けるか？行けないか。こっちは？あ、ここはここ、あそこか。さっきのとこか。ガラスのかけらやったね。25金。行ける場所がないの。行ける場所がないぞ、これ。戻るんか？ひたすら戻っておりますが、今私。どこに行けるっちゅうんだい。もう敵とかね、いくら囲まれても禁じませんよっていう、そんな感じでございますな、これ。まあ、レベル上げのためにもいいんじゃないかい？下にも行けるね。さてさて。こっちは？お、お、狼がある。赤い狼がおるな。うわぁ、赤い狼いっぱいおるな。赤い狼だけはやばいぞ。ガードが入らないとやっぱ厳しいな。ガードが入ればかなり、ガードの発動率かなり高いね。うむ、ふさふさ毛。ふさふさな毛はいいんだけどさ。一撃で落とせないか。やばいかも。回復しよう。大事を取って回復しよう。微妙に装備品が防御重視じゃないからな、今。まあ、しゃあないわな。ワンコ地帯やな、ここ。ワンコ地帯なのはええんやけど。お？なんかいるぞ。なんだこれ。なんか変なのおるで。なんか変なのおるよ。なにこれ。敵？なんだ？幸運の嘘ぎょうて。なにこれ。あ、倒しちゃった。ええんか。倒しちゃってよかったんか。幸運のうさぎ。経験値ものすごく手に入れてたぞ、今。幸運のうさぎって何それ。アイテム取得率アップ。ただのうさぎ。幸せになりたい気持ちが込められている。へえ、アイテム取得率アップか。そう
後でちょっと熟練度上げやるか、これも。あ。せやな。せやな、せやな。やっぱこの武器意外と範囲が狭いのが若干いただけないか。何にもないね、他にね。じゃあ右側行こうか。ラットスレイヤー熟練度アップ。ネズミに対して大ダメージを与えるとかそういうことあるかないか。どこじゃい、ここ。お、宝がある。25金。ガラスのかけら。うわぁ、上にも猿おったか。ガードが優秀やのほんまな。そうね、どうしようか。もう行ける場所がなくなったんだが、なくなったんだが、これ。もう幸運の先出てこへんのかな。さすがに一回だけかい。またしばらくしたら復活するんかな。まあ、どんだけ幸運が幸運の先出てくんねやって話になるけどね、それだと。どうしようかの、迷ったの、これの。あれ？いない。お？入れるんちゃう？開かない。あれ？どこ行った？あれ？いないじゃん。どこ行ったん？どこ行ったんすか？あれ？あれ？レイラリラさん？何してるんすか？皆さん集まってください。大事なお話があります。なんだい？ん？なんだっちゅうの？ルドルフ帰ってきたの？ひまりさん、あなたがカワードだったのですね。とても残念なことです。私は見てしまいました。あなたがアーロンさんのお金を盗むところ。レーラリラ、貴様か。住人の愛すべき物語を破ってきたのもあなただったのですね。悲しいことですが、我々はあなたを罰しなければなりません。まずはアーロンさんのお金を返していただきましょう。たとえ200金といえど盗んだ罪の重さに変わりはありません。さあ、早く。いやいや、本当に残念です。愛すべき住人の一人が憎むべき敵だったなんて。アーロンさん、本当に残念だ。レーラリラさん、罠のメモ書き覚えていますか？私の金の隠し場所と、口には出せないような恥ずかしいことを書いたあのメモ書きです。ええ。ひまりさんはその罠に見事に引っかかったというわけですね。さすがはアーロンさんです。あんなメモ書き私は誰にも渡していないのですよ。ええ。本当に残念ですね、レーラリラさん。あなたを信用し、あなたにだけこの話をします。なんだと？なるほど。私が全員に言ったことです。そう、全員に同じ情報を提供したのです。ただ一つだけ、誰にどこに何金隠したと教えたか。この組み合わせをすこ。レーラリラさん？レーラリラさん？どうしたんすか？黙れ、チンポ野郎ってどう？え？200金ぐらいでガタガタ抜かすな。ちょ、無事ぎ、ちょ、え？なに？急展開すぎるだろこれ。どうなったんこれ。何が起きたの。動けるけど、ちょ、なに、ゴホゴホちゃうくて、ゴホゴホってみんなゴホゴホしとる。あ、ヒクグモさんは平気ないな。どこ行ったん、穴があるぞここに。あれ、ちょ、ネズミおるけど、ゴキブリかこれ。黒い悪魔やん。雑魚や。なに、こっち行くの？なに、こっち行ったらええの？セーブしたいな。ちょっと一回セーブしたい気がすんな、これな。まあ、このまま行ってみるか。まあ、行ってみるのもよかろう。え？あれ？怒ったの？何？レーラリラさん。お前らなんて永遠に自己満足の、なんなのよ、レーラリラさん。いい人、敵かよ。ええ。アノニマスカワード、どういうことなのカワードって。でも倒せそうやな。ハイヒールキックってなんだ。おいおい、
怠慢やないか、もんか、完全にこれ。どうなったの、これ。物語の残骸。なに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 、どういうこと、どういうことなのよ。帰ってきた。帰ってきたんだけど、え、アーロンさん。あれ、どうしたの、なんだか、位置変わってへん。彼女は、何がしたかったのでしょうね。え、物語の残骸っての手に入れてたの。能力上がるね、めっちゃね。思いが詰まった残骸。なんか使えるのかな。ん、なんだ、回復アイテムか。なんか、魔王物語の結末について。各章で一人ずつの英雄に視点を当て、その活躍を書いたこの物語は、著者の死をもって未完のまま終わっている。結末のない物語は読者の想像力を刺激し、人々は自分好みの思い思いの結末を思い描く。結末を想像すること自体がこの物語の楽しみ方の一部と言える。それはそれで結構なことだ。だが私はどうしても気になる。著者ハロルド・ディスター。はぁ、ハロルド。どのような結末を思い描いていたのだろうか。私には一つの仮説がある。それはある島で起きた一つの事件から推察したものだ。ねえ。これアーロン・アーロンさんが書いたってこと。わー、来るんやな、やけよ。来るんやな。これは何なの、このスライムは何なの。ラリラさんが犯人だったの？めっちゃいい人そうやったやん、レイラリラさん。どういうこっちゃね。僕は山に行くのはええんやけど。山に行くのはええんやけど、これ。この花は何なの？どこに続いてんのよ、これ。ここ何？お、ヒクグモさんやん。どうしたん？どうやらここがカードのゴミ箱となっていたよな。ゴミ箱ってどういうこと？この穴の下に多くの物語が眠っているはずだ。さぞかし無念だったろうな。なんだっちゅうんだい？いや、ちょっと待て。どうせ死ぬんやろ、またこれ。せめてセーブしてからにしようぜ。つかさ、住人の反応はないわけ？エルオントナナさんとかどうなの？そこんとこどうなん？変わってないね。変わってないでござんすね、これね。あ、物語増えてない？雲の物語3って読んだんだっけ？お。屈強な4人の護衛とともにゼルギー エルオントはアイリッツの前に立った。久しぶり、アイリッツが片手を挙げる。対する老人は、沈黙、無反応、表情が読み取れない。実物のゼルヒエ・エルオントを見るのは初めてだ。20年前には剣王と呼ばれていた男。シワだらけの顔に張り付いた表情には正気がまるで感じられない。そこにいるのは狂人というより反死人だった。腰に下げている剣はかの星椿か。星椿。静寂が辺りを包み込んだ。ゼルヒが何事かつぶやいた。その声はか細く私のところまでは届かなかった。いや、ダメだったよ。間違いなほどに大きいアイリッツの声はよく聞こえる。だからこういうのはどうかな。体の重心をわずかに前へとずらすアイリッツ。俺は今ここで英雄になる。アイリッツが腰の剣に手をかけた。え？どうなったの、それで。でも、ヒクグモさんが生きているってことは、まあ、なんだ？アイリッツが負けたかど、また増えて、アイツリッツが負けたかどうかは定かとして、ヒクグモさんをなんとか逃げ起こせたんだな。レイラリラ。150以上の攻撃力が必要。ほう、レイラリラさんの部屋開くんやな。ウィス。この先に何かあるようだ。手伝ってくれる。いいよ。90以上ですか。攻撃力が上がるのを全力で装備してっても厳しいか。厳しそうだな。あと2レベルぐらい上がればなんとかなるかな。ちょっとセーブして飛び降りてみよっか。うむ。それもよく、あ、そういえばレシピいくつか手に入れてたね。
ツインテール。猿の尻尾。おお、作れるじゃん。作ろう。ツインテールを手に入れた。どうなる？どうなる？どうなる？ツインテール。逃走ダッシュ。なんだこれ。特に移動速度が速くなってるってわけではないか。ラリラ。用語集テキスト。後で用語集見るか。何装備してたんだっけ。亀の甲羅か。時々ガードっての優秀だよね。セーブしたし、さっきの穴落っこしてみよっか。せやな。つうか、ルドルフがさ、どこに行っちゃったのっていう話なんだけれども、どこに行っちゃったのっていう感じなんだけれども、雪山に行くって言ってたけど、最初の見晴らしのいい方かな。見晴らしのいい方かもしれないね。よ。よ。えいやー。どうなる？どうなる？どこに続く？ん？地底大空洞なんだ、やっぱり。97か。97ぐらいだったらいけ？無理だな。一人で55やしな、今。どうしたらいいんだろう。最初のあれか。最初のあそこかな。見晴らしのいい方行ってみるか。せやなぁ。さてさて。ルドルフやーい。ルドルフさんやーい。どこに行ったんやーい、これ。こっちじゃないんかな。逃走ダッシュってのもなんとなく気になるけどね。もう君たち程度では相手にならんよ。よし。猿の甲羅ってなんや。亀の甲羅外したらやっぱきついかな。きついか、どうかがなんとも言えないとこだけどね。防御力かなり下がるよな。時々ガードってのもやっぱり優秀やしな。おらへんのかい？おい！ルドルフがおる。どうしたん？一緒に来る？うなずく。仲間になんのかよ。しかもレベル低いし。じゃあ装備させといたるけど、熟練度って何？おのおのなわけ。おのおのなわけ、これ。そういうこと？そういうことっすか。防御力上げるものを装備させたいね。皿と何装備させる？リンゴ、亀の血と、あとリンゴとか装備させとくか。攻撃力を上げるために。これ熟練度上げないと上げんとあかんへん。あかんの？やば、そう。何これ？何やここ？敵がおるぞ。なんやこいつ、トナカイっぽい。かわいい。かわいらしいな。白竜の使徒。ゼロって、ルドロクさん、いくらなんでも弱すぎるよ、あんたそれ。スノー。ほう。スノー。攻撃力上がる系っぽいな。亀の甲羅をさ、ちょっとルドロフに装備させよう。亀の甲羅どこ行った？あれ今外したよね。外してなかった。何かつけるか代わりに。角。物語の。幸運のうさぎとか装備させとくか。ちょっといくらなんでも防御力がしんどいよ、それ。ルドルフがまさか仲間になるとは。思いもよらんかったぞ。どうする？ちょっとルドルフの熟練度上げたいな。せめてこれらが星3つになるぐらいまではやりたいね。そうするか。まさか仲間になってくれるとは。じゃ、ちょっち軽く熟練度上げてきますわい。はい、一旦失礼しまーす。上げようと思ったんだけど、ここのね、外に出ると、もうルドルフが仲間から外れちゃうんだ。ちゅうことで、これもう上に行くしかないっちゅうことだね、これ。進むかい。とりあえずルドルフは、
なんかスキルライトニングっての覚えてんだけど、とりあえずもうダメ、死ぬんで、すぐ死ぬんで、ちょっと防御メインで行きたいと思います。ひまりちゃんもな、ちょっと防御力、防御系のやっぱ皿はあかんな。してやっぱいろいろアイテム手に入れたんだけどね。とりあえず亀の甲羅を装備させて、皿を装備させてだな。防御力がいくらなんでも貧弱やで、これ攻撃力がないからね、戦闘に参加することもできないっていう、その悲しさ、その悲しさたるや。でも極力戦闘には参加させていきたいけど、ここにも敵おるな。見えにくい。つか炎鉱殺しちゃうか、この場面。早く抜けたいな。そうだ、炎鉱とのことを考えてなかった。ちょっとなんか若干ゲームから現実世界の話になるけれども、これこのマップはあかん気がするわ。ちょっとガードしてでもそんだけダメージ受けるものな。お、レベル上がったか。ちゃっちゃと抜けよう。お、赤い敵がおるな。ごっついです、ごっついでござんす。ライトニングで一気にぶっ放していこう。なかなか強いんだよこいつが。小麦粉の熟練度は、お、だからがある。やったね。今回のパート中短くした方がいいかもしれんな。さて50金やったね。さて、ういうい、お、一気に熟練度上がりました。そうか、違うの装備させてもいいけどね。幸運のウサギとかちょっとさ、装備しといてや。アイテム取得係になってや。ちょっとや、防御力が下がっちまったからその分がいただけないな。ラットスリアの熟練度アップか。開いた、ガラスのかけら、やったね。う、2匹はちょっとまずったか、3匹はちょっとまずったか。まずったかって言いつついっちゃうんですねこれね。やばいかも、やばいかもこれ、やばいかも。やば、やばかったね、やばかったねこれ。生き返す術は、生き返す術ないけ。そういえば気力回復で生き返すみたいなこと言ってたな。おお、生き返るんだ。へえ、素晴らしいです。コメントくれたことありがてえ、ありがてえ。よしよし、じゃあ気力回復アイテム意外といっぱい持ってた方がいいんだな、仲間がいるときは。なるほど。これ何、強いんかこいつ。お、あらかわいい、あらかわいいじゃないの。おー、あ、誰の、うわー、こ、いっぱい攻撃してくんだこいつ。ういういうい、さすがにひまりちゃんは硬いですな。ずっとガードしてても変わらない。処女雪、どんな効果があるんだい。防御で気力回復、へえ、面白いねそれは。またガラスのかけら、いっぱい手に入るな。どこに敵がいるのかは、こんな、あんなところにセーブワンポイントがあるぞ。あんなところにセーブポイントがありますね。とりあえず宝、あのセーブポイントどうやっていくんだいこれ、どうやっていくんだいこれ。見えにくいの、本当にの、これ。この上か、なんか紙切れも落ちてるけどね。なんだこれ、レシピ。ほう、溶接の床屋、どういうレシピだそれ。セーブして、うん、こっちに行って上かい。左下に宝が見えたけど、右側にも宝あるか。お、あるね。いろんなとこに宝、敵が全く見えへんかったよ、敵がいるの。よし、2発で倒せるか。開いた、ガラスのかけら、いっぱい手に入るな、ガラスのかけら。いいね、どんどん交換してった方がいいんだな。敵が見えへん。うわー、どこにいたお前、どこにいたんやお前それ。ちょっとここ、これは速攻落としに行った方がいいんじゃないか。
被害が増えるだけやで、これ。ふぅ、サガルマータ、なんだそれ。年季の入ったピッケル、範囲が広いし、攻撃力もラットスレイヤー星2がついてるのと比べても高い。じゃあラットスレイヤーを装備させてあるか。ラットスレイヤーの出番もう終わってしまったな。敵がおるな。まあセーブしたし、いけると思いたいが、範囲が広くなったからやりやすくなったんじゃないか、結構。さっさと抜けたいぞ、ここ。まだ続くか。 BGM がない。ボス戦か、ボス戦なのか。ちょっと回復しとくか。いやいけるか。君は竜を信じる。はい、来る。え、なに、え、竜って感じじゃないよ。竜って感じじゃないよ。これなんなんだよ、こいつは。よ、白くもないよ。竜じゃない以前に白くもないよ、これ。なんだこいつ。倒せるんか。毒だと、毒だと、これはまずい、これはまずいね。回復してくるべきだったね、どう考えてもね。うわ、毒か。なるほど、なるほどでござんすね。しゃあないな。ちょっち、じゃあそうね、熟練度上げつつの補充してきますわい。はい、一旦失礼します。うーし、全然レベル上がってないんだけれども、とりあえず毒耐性、つか目が、もう目が痛くてね、目が痛くてあかん。これ毒耐性があるリンゴをとりあえず装備させて、頑張っていこうじゃないか、みたいな、そんな感じだな。行ってみるか。リオを信じる。おかしいだろう、この見た目はよ。モアイじゃねえかよ、これよ。さて、とりあえず攻撃、ライトニングを連発していこう。毒は効かないけど、毒は効かないけど、敵の火力が高すぎる。通常攻撃の方がいいか。うわ、もう撃てない。防御しといてもらおうか、防御しといてもらおうか。これ、うわ、勝てる気がしないぞ、これ。どうなのこれ。肉壁になってもらいつつの、いけるか、なんとかいけるか。肉壁、肉壁ルドルフってどういうことや、これ。なんとかなりそうか、これ。なんとか勝てたか。よっしゃー、うーし、竜の鱗、どうなった。さてはて、はてさて、あら、ここに来たん、どうしたん、ルドルフ。あれ、何流してんのそれ。日記か、日記かい、日記なのかい。僕の物語はひとまず終わり、今度は僕が君を手伝う番だね。え、ルドルフが仲間になった。はい、流しちゃっていいの。行っちゃうけど、行っちゃうけどいいの、あれ。ないんだ。あー、行っちゃうよ、行っちゃうよ、あれ。ええの、ええの、行っちゃうけどええの。こっち行ったら見れるとかそういうこと。んー、ちょっと待て待て。まあ、落ち着こうぜ。落ち着こうぜ。はあ、仲間キャラが増えた。やったね。やったー、これ。嬉しいなー。亀の甲羅もう一個欲しいなー、こうなってくるとなー。せやろうか。どうするか。どうするかい、どうするかい、これ。どうするかい、こうするか。嫉妬も踊って、鏡の中でさ、やっべ。ふぅ、ふぅ、セーフ、セーフ。セーフ、セーフ。セーフ、セーフです。これでいいや。交換してもらおう、ガラスのかけらいくつかあるからね。10個もある。
うーし。とりあえず、記憶回復剤を結構、5個ぐらいあっていいんじゃないかい？そうだね。ルドルフさんが仲間になったんですけど、どうすか？なんか。2個目が増えとるぞ。ちょちょちょ、まだまだ。まだまだ。これ何？結末について2。魔王物語が書かれたのと同時期、ある事件が起こっている。それは大陸から来た人間が島の原住民の村に立ち寄り、出産に苦しむ村の女性に花を手渡していたのである。この事件が起こった21年前は、すでに疫病が発生した後であり、花狩りの影響は島へも波及していたため、花はすでに大変珍しい存在となっていた。この事件が発生した島は、ハロルドが魔王物語を輸出したと知られるあの島であり、さらに21年前という時期も魔王物語の輸出時期と一致しているのは非常に興味深い。この事件が魔王物語の発端だと仮定し、私は物語の結末を推測することにした。この島が舞台なのかい？やっぱりどうなんだい？ルドルフの部屋勝手に使ってんか？お、なんだ？ん？え？ちょっと待って待って。あ、バグったかと思った。ルドルフの魔王物語がなくなっている。びっくりしたよ。バグったかと思って今、固まったから。え？なくなっている。誰だ、バグったやつは。ん？このように、誰だ、バグったやつは、これ。出てこい！出てこい、これ。攻撃力がそういえば90以上っていけそうなんだよね。90以上。88やろ？ 9、結構上がるのないのか？角。上がるのはあるんだけど。爪の方が上がらへんか？よしよしよし！手伝えるぞ、これで。さて。手伝いに来ました。手伝いに来ましたよ、わし。うん。手伝う手伝う。さてさて、どうなった、どうなったこれ。え、モール、あら意外とイケメンじゃないな、モールさん。まあいい、光のない私には関係ない話だ。目が見えないのか、モールさんは。え、なんで急にここに飛ばされた。私の技も熟練した。もう一度だけ挑戦してみよう。また会う日があれば。何何何、何が何が何の話？水の流れを見つめていると落ち着きます。ガラスのかけらを手に入れた。何なのよ！何なのよ！あんたたち一体何なのよ！私の意見を無視しよってからにそれ！どういうこと？この先には何があるの？お？なんかここに金品財宝があった気がしたんだが？お前らが英雄と呼ばれるのなら、私は魔王を名乗り全てを滅ぼそう。なんだい？これ怪しい。いくらなんでも怪しい。いくらなんでも怪しいわけだか？特に何にも調べられないな。どういうことなの？アイテムの売りに調べてもいいけど、ちょっと待って、一旦セーブしたいね。さて、用語集。白竜モール。戦歴、ひまりルドルフ。戦闘回数635回、セーブ回数38、プレイ時間4時間31分。なんだかんだでプレイしてるね、これね。山に住む白竜の宝は全部ゲットしたか。原住民のハイトにまだいくつかあるみたいだな。鏡の中行こうか。ポイントいくつあるよ。8ポイントに増えてる。やった。何手に入れるか。体力アップかな。そんなにって感じする。個人的には。これってあれか、ルドルフのってことか。技術アップルドルフか。100金。これ取る？取ってもいいよね。取ってもいい。自然記録回復の上限アップ。これ取るか。体力アップ。あ、開いた。こっちは？またなんかあるね。炎の牙。技か。強力な広範囲攻撃。高い。高いぞ。シャウト。使用すると一時的に能力がアップする。
うわ、欲しいぞ、これ、シャウトって欲しいぞ、これどう？張り手。張り手、一部の状態異常を回復する。へぇー。光の斧、ルドルフ。それなりに強力な打撃。お金が足りひんなぁ。僕はできる子、ルドルフ。僕はできる子。一時的に能力がアップします。シャウトと僕はできる子が欲しいね。欲しいねん、欲しいねん。ちょっとアイテムの売り値をいろいろ見てこよっか。せやな。せやな。ファン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 、ファーファーファー。おっ！おい！おい、これ、あったやつやろ、お前、これ。おい。アロンさん、ちょっと待って、ちょっと待って。あの右上にあるの、魔王物語じゃないの？ルドルフの部屋にあったやつじゃないの？なんであんたパクってんの、勝手に。ミステリーメモ。まず大きな謎は、本の題名にもなっている魔王なる存在が一切出てきていない点である。さらにもう一点重要なのは、一章のセラ、二章のツイーリア、三章のランドルフ。各章の主人公3人が非常によく似る人物が存在、各章の主人公3人に非常によく似る人物が存在している点である。英雄たちのモデルと考えるのは、考えられているアレス、アイリッツ、フロドナの3人は、現在でこそ大陸では有名な人物であるが、魔王物語が書かれた21年前には全くの無名の人物であり、ハロルド・ディスターとの接点も判明していない。ほう。あかんか。アーロン・アローさんさ、アイテム盗まんといてくれへんか、それ。300金高い。あ、そういえば竜の鱗を装備金だな。飾りって何から手に入れたんだっけ。アイテム集めに勤しまないといかんな、これじゃあ。竜の鱗、竜の鱗、強そうだよ、装備したら。スキルは足払いって書いてあるな。防御力が、上がるね。防御力かなり上がるね。皿を外して上がるね。スキル足払いか。なるほど。どうすんだい、どうすんだい、これスキル足払いできたのはいいんだけど、雪原の向こうに行くにはさ、ヒットポイントが500いくつないとダメだろ。そりゃ困っちゃうね。そりゃ困っちまうだね。そういえばツインテール作るの忘れてたな。さっき一回全滅したから、結局作ってないことになってるんだわ。だわわー。だわわわー。今回、ちょっと時間がいいかもしれんな。ちょっと一旦編集してきますわ。ここで終わってたら次のバードでお会いしましょう。またねー。